みなさん、こんにちは。ロシアの味、カテリナです。みなさん、ロシア料理が好きですか？私のチャンネルでロシア料理だけじゃなくて、ソ連料理のたくさんレシピがあります。一緒に作りませんか？今日は鶏手羽先とジャガイモのオーブン焼きを作りたいと思います。まず鶏手羽先 400g ボウルに入れて、ニンニク 10g ぐらい、玉ねぎ 100g、 ブラックパッパ、醤油小さじ2、マヨネーズ大さじ2入れて、全部よく混ぜてください。このまま30分置いておきます。じゃがいも 600g ぐらい、私は若いじゃがいもを使います。10分ぐらい煮ましょう。オーブンカッター、茹でたじゃがいもを入れて、少しこのようなプッシュしてください。あとで鶏手羽先入れて、今オーブン200度、30分ぐらい焼きましょう。30分の後で鶏手羽先回してください。あとでもう少し20分ぐらいも焼きます。このような鶏手羽先とじゃがいもオーブン焼きができました。じゃがいも柔らかくてすごく美味しいです。皆さん、最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければ私のチャンネルを登録お願いいたします。パカパカー。